ヤッコヒンティッカ、2006年ヤッコヒンティッカ、ジャッコヒンティッカ、1929年1月12日から2015年8月12日は、フィンランドの哲学者、論理学者である。バンター出身。フロリダ州立大学、スタンフォード大学、ヘルシンキ大学、フィンランドアカデミーで教弁を取った。現在は、ボストン大学の哲学科教授である。 30冊の著書と300以上の論文がある多産な哲学者である。ヒンティッカは数理論理学、哲学的論理学、数学の哲学、認識論、言語の哲学、科学哲学に多大な貢献をした。彼の著作や論文は9つ以上の言語に訳されている。ヒンティッカは形式的認識論理、論理学のためのゲーム意味論の創始者とみなされている。 ヒン品筆家ははじめ、様相論理の意味論を考え出した。それは、クリプキー意味論との関連性がある。様相論理の意味論は今では、分析的タブローの方法として教えられているもので、ある。ここ数十年、彼の仕事の多くは、ゲーム意味論や、インデペンデンス、フレンドリーロジックについてである。ブランチャイングクアンティファイアは、従来の一回述語論理における、 量家より優れた直感的な量家であるとヒンティッカは考えている。ヒンティッカはアリストテレス、カント、ウィトゲンシュタインやパウスについて新しく重要な解釈を提出した。ヒンティッカの仕事はフレーゲ、ラッセル、カルナップ、クワイン、そして彼の同僚であったフィンランド人哲学者イエオルイ・ヘンリク・ホンブリクトなどの英米分析哲学の潮流に続くものと見ることができる。 2005年、ヒンティッカは、様相概念、特に信念や知識の概念の論理分析に対する先駆的な貢献を称えられ、ショック賞を受賞した。ありがとうございます。